福岡都市高速上りで午前9時半ごろ、砂利を積んだトラックが横転する事故がありました。この影響でおよそ5キロの渋滞が発生しています。車線を塞ぐようにトラックが横転し、積んでいた砂利が道路に幅広く散乱しています。警察などによりますと、午前9時半ごろ、福岡都市高速2号線上りの月熊ジャンクション付近で、中型トラックが横転する単独事故がありました。運転していた男性に怪我はありませんでした。この事故により、午前9時50分から、金の熊ランプから月熊ジャンクションの間のおよそ900メートルが通行止めとなっていて、事故現場を先頭におよそ5キロメートルの渋滞が発生しています。砂利の撤去には時間がかかるということで、最新の交通情報に注意してください。